こんにちは、宮沢ゆいです。学校の先生方に教壇に立つ喜びに触れていただきたい。そのために学級満足度毎年9割超えの学級経営術を1日1本 YouTube で配信しております。今日のテーマはですね、この3つをやめるだけでちょっといい授業に近づいていきますよ。こんなテーマでねやっていきたいと思いますけれども、いい授業したいですね。でいい学級も作りたいですね。この思いはもう教師やってるもう教師の差ですよ。この気持ちは止められない。もう止める必要もないんですけれども、とはいえですね、その思いとは裏腹に逆にいい授業から遠ざかっていってしまう、いい学級作りから遠ざかっていってしまうようなアプローチをむしろ教師がしちゃってるってことあるんですね。実際宮沢がしていました。今日はその3つ紹介していきたいと思います。この動画最後までご視聴いただければですね、いい授業作りからむしろ遠ざかっていってしまう3つがわかるので、この3つすぐにやめてください。すぐにやめられると思います。それだけで授業の雰囲気だいぶ変わってくると思いますのでね、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優一教育研究所。さあ本題の方行きましょう。今日は、他人の先生が辞めるべきこの3つのことをね、ここポンポンポンと紹介していきたいと思いますんでね、もう早速行きましょう。1つ目、今すぐ辞めるべき1つ目ですね。これはですね、どうですかの後見渡さない子供をスルーしてしまうこと、この学校の先生、担任の先生やめていきましょうっていうことですね。授業中子供が発表したってなんか聞くんじゃないですか、子供たちにね、私はこう思います、どうですかね、聞くと思います。言葉は何でもいいです。この際どうですか、どう思いますか、分かりますか、分かりにくいところありますか、これ何でもいいです。その言葉は今日は何でもいいんですけれども、その言った後にですね、その子供自身が尋ねてるんだから本来見るでしょ。どうですかって尋ねてるんだから何か意見があるんだったら見るじゃないですか。ところが多くの子供たちはどうですかって尋ねてる時も子供の顔なんか見てません。友達の顔なんか見てません。もう下とか見てどうですかって言って、でそのまま自分の席に戻るとか着席するっていう状況になっていってしまってるわけですね。これ形骸化って言いますね。質問してるくせに、問いかけてるくせに反応を見ない、儀式になっています。でもっと問題なのが、その儀式になっちゃっていることも担任がスルーしてる、担任も形骸化しちゃってるっていうことですね。要するに子供が私はこう思います、どうですか、見ません。そのどうですかって見てない子供を担任も見ません。はい、じゃあ次進めていきますよっていう、もう完全に儀式的行事ならぬ儀式的に授業になっちゃってるっていうことですね。これやめてください。やめるというのはすなわちどうするかというと止めるということですね。どうですかと子供が尋ねたんだったらちゃんと見なさい。質問があるのか、賛成意見があるのか、反対意見があるのか、首かしげてる人がいるのか、とにかく何らかのリアクションをしてたりしてなかったりするんだから、それをまず見ましょうよということを担任が伝えるべきですね。ちゃんと伝えてください。この時におすすめの指導が1個あります。どうですかの後、ちゃんと見なさいだとちゃんと見ません。よくわからないんでね。この時数字の力というのは非常に効果を発揮します。どうですかの後、3秒。友達を見なさい。3秒という数字が非常に効果的ですね。私はこう思います。どうですか ?1、2、3、3秒見なさい。もっと言ったら窓側、真ん中、廊下側、この3秒を見たら必ずうーんとかうーんとかはいとかね、反応してくれる子供もいると思うし、反応なけりゃないでそれはいいんだけれども、とにかくこっちが問いかけてるんだったらそれを見ましょうよ。リアクションを見ましょうよってことを伝えていきましょう。どうですかの後は3秒、窓、真ん中、廊下。これだけでだいぶ授業の雰囲気変わってきますから、こういったところをスルーせずにきちんと指導をしていくと交流にこうちょっと命が吹き込まれていくことがありますので、ぜひ指導してみてください。この3つをやめるだけで少しいい授業に近づく、その1つ目はですね、どうですかって子供が言った後、子供が子供を見ないという状況をスルーしない、ちゃんと止める、一個一個丁寧に指導する、
鉄しげるっていうことですね。これやっていきましょうということでございます。すいませんね、あの一つ目からちょっと熱いですけれどもね、やっていきたいと思います。いつも熱いですね、暑苦しいですね、すいません。二つ目、もうちょっと落ち着いてね、あの動画を撮りたいと思うんですけれどもね、二つ目いきます。交流中担任の方を点々で、これは何かというとですね、交流中に担任の方を向いた発表を担任がスルーすること、これをやめていきましょうと、落ち着いてねちょっと伝えていきたいと思いますけれども、授業中に交流しますね、全体交流とかでね。で、交流っていうのは何かっていうと、誰と誰の交流のことを交流って呼んでるんですが、これは担任と子供じゃないですね。そうじゃなくて、子供と子供の意見のやり取りのことを一般的に交流と呼んでますよね。ならば、子供が意見を伝えるんだったら、それは誰の方を見て伝えるかというと、もちろん担任じゃないですね。そうじゃなくて、子供は子供の方を向いて意見を伝えるべきですよね。ところが多くの授業、多くの子供たちの姿を見ているとですね、どうしたって黒板の前に立っている担任の方に意見をぶつけていってしまう。で、担任とのやり取りが始まる。ここでの問答、担任と子供の交流タイムになっちゃってるわけですよね。これを担任はスルーしちゃいけない。それは違うんだ。迫りたい目的からそれている行動なんだっていうことをきちんと伝えていかなきゃいけないわけですね。この時におすすめの指導が2つあります。1つ目はですね、きちんと時間をとって交流中の意見の発表というのは教室の中央に体を向けて発表をしていくんだっていうのをね、一回伝えましょう。で、練習したらいいと思います。皆さん立ちましょう。今からこの教室の中央にね、先生が立ちますから、ちょっと皆さん、こっち、ここをね、見てごらんなさいって言うと、子供たちが全員立った状態で、そっちにおへそを向けてね、中央を向いてくれると思います。これだ。この向きなんだ。この向きで発表っていうのはしていくんだぞって言うと、子供たちは、へえ、そうなんだ。知らなかった。発表っていうのは、前を向いてちゃんと発表する、これがいい発表だと思ってたっていう子どもたち言うと思うんだけれども、それも間違ってないんだ。先生とのやり取りの時はそれで間違ってないんだ。ただ交流は違うぞ。学級全体で交流をしている時っていうのは黒板に向けて発表するんじゃなくて、教室の中央を向いて発表するんだぞって伝えてあげてください。そうすると子どもたち頭でバチッと理解することができますが、ここで2つ目の指導です。頭で分かっても子どもたち行動には移すことができません。完全に前向いて発表するというのは染みついてるんでね。この時に宮沢何をしていたかっていうと、交流中意見を発表したこと、子どもがですね、危ない、交流中意見を発表した子どもがまた前を向いて発表しそうな時にですね、担任がこの黒板の前から移動、つかつかと歩いてですね、その子供の体格にこう移動して話を、あ、なるほどねって聞くようにすると、どうしたって子供は無人の黒板を見て発表するわけにはいきませんから、次第にこう、後ろを向いたりですね、この教室の中央の方を向いて発表できるようになりますから、担任っていうのはですね、この黒板の前にずっと縛り付けられてる必要はなくて、結構縦横無尽に、機関指導の時間だけじゃなくって、全体交流とか、あ、そういった学級全体の時間にもですね、結構僕歩いてました。歩いていいんですよっていうことですね。これを繰り返していくとですね、次第に交流っていうのは先生とやり取りをするものじゃなくて、僕たちがみんなで交流をする時間なんだなっていうことが、ちょっとずつね、理解して、そして行動に移せるようになってきますからね、ぜひやってみてください。二つ目はですね、交流中、担任の方を向いて発表する子供がいる。これをスルーすることを担任としてはきちんとやめましょう。ちゃんと教えていってあげましょう。これだけで交流の雰囲気ほっと変わってきます。全然変わってきます。血が通ってきますんでね、めちゃめちゃおすすめでございます。やってみてください。さあ最後は3つ目でございます。この3つをやめるだけで少しだけいい授業に近づいていきますよ。その3つ目、これは何かというとですね、穴埋めプリントの授業展開の連発、これを控えていきましょうということですね。授業の展開にはいろんなやり方あります。一斉指導とか、交流いっぱいさせるとか、自由進路学習やらせるとか、あるいは穴埋めでね、自分でこう自習型でどんどん進めていくとか、いろんなやり方あっていいと思うんだけれども、今回担任が用意したプリント、ワードとかで作って穴があって、空欄がいっぱいあってですね、それをひたすらこう穴を埋めていく授業スタイルをずっと続けているっていうのは、これはやめましょうということですね。なぜなら、まあいいところとデメリットがあるんで、ちょっと両方言いますね。メリットとしてはめちゃめちゃスムーズに授業進みますね。効率がいいです。
テンポがいいです。早いです。とってもスムーズに授業が進んで、これお得です。素晴らしいことだと思いますが、やっぱりデメリットもある。弊害もあるんですよ。これ何かっていうと、授業が出来レースっていう、まあ、そういう印象を与えますね、子供たちに。もうだってそのプリントもらった瞬間に授業の始まりの目標やら目当てやらその道筋がもう全部書かれてる。確かに穴は開いてるんだけれども、もうその流れが全部もう組まれているので、あ、この流れで授業やっていくのねっていう開始1分でもう分かるわけですよね。じゃあもう子どもたちからですね、あの豊かな発想でいろいろ考えていこう、いろんなアイデアをひねり出そうっていうようなマインドにはやっぱりなかなかなりませんよね。どういう思いを、どういう考えが子どもから出てくるかっていうと、いかに正しく正確にこの用意されたプリントの通りに進んでいくかっていう、そういったタスクをこなしていくっていうマインドに当然なりますよね。そして子どもたちはそのタスクをいかに正確にいかに早くこなすことが素晴らしいことなのかっていう、そういった価値観に変わってくるわけです。確かにそれも素晴らしいことですよ。与えられたタスクを正確に素早くこなしていける人間っていうのは確かに素晴らしい、それはそれで素晴らしいんだけれども、それだけじゃないですよね。いろんな考え方がある、いろんな発想がある、面白い考え方がある、そういった良さっていうのもあるじゃないですか。だからその後交流して考えが広がっていったり深まっていったりする、それがみんなで学ぶ僕は価値だと思うんだけれども、それを繰り返し繰り返し連発しまくっていると、授業はスムーズに進んでいきますけれども、子どもたちの考えが非常に狭くなっていきます。で、果てはですね、穴埋めがないと、何かアシストがないと、子どもたち手足動かなくなってきますね。白紙が怖くて怖くてたまらない、与えられた自由が怖くて怖くてたまらない。穴埋めプリントいいんだけれども、そればっかりをやってるとちょっと苦しい状況、学級としても授業としても苦しい状況になっていくので、これ気をつけていきましょうということですね。ちょっと余談なんだけど、これ陥りがちな先生は3種類僕いると思ってて、1種類がですね、その紆余曲折させることが怖い、もうスムーズに、もうまっすぐちゃんと授業したいんだっていう、もうその形を整えたくって、この不安感に、すごく支配されてる先生ですね。特に僕なんか若手の頃そういう授業したことあります。だって怖いんだもん。もうちゃんと授業したいんですよ。ちゃんと時間内に終わらせたいんですよ。まあそういう先生ですね。で、2人目がですね、意外に、専科の先生です。専科の先生っていうのは、毎年毎年似たような授業するじゃないですか。大体もう教科も一緒だし、単元も一緒なので。で、それを繰り返していくうちに、これもう毎回一緒だから、もうプリント一回作っといて、でもワードかなんかで作っといて、それ印刷して毎回その子供たちに渡していけば、これもう授業準備しなくて済むじゃん、楽じゃん、超効率いいじゃんっていうことに気づくんですね、その専科の先生は。っていうことで、その専科の先生がやりがちで、3つ目がですね、中学校の先生ですね。もう専科の先生とほぼ同義になってくるので、中学校の先生も毎年大体同じようなね、まあ1から 3年までちょっと幅はありますけれども、結構繰り返すじゃないですか。っていうところで、あ、もう全部あの教材研究しなくて済むように、もう授業のプリント作って穴埋めにしといて、それ配ればいいようにやっちゃえばいいじゃん、楽じゃんっていうふうに思う。この3人の先生はやりがちなんだけれども、僕はこれちょっとあえてちょっと角が立つかもしれないけども、言わせてほしいんだけども、楽なのはあなたでしょ。子供の人生楽にならない。もう一回言います。穴埋めプリントを準備して楽なのは教師であるあなたでしょ。それをやらされてずっと育ってきた子供は、その後小学校中学校卒業していった後、楽にならないよって僕は思うんですけどもね。すいません、こんなこと言ってちょっと角が立つかもしれないし、これを一生懸命やられてる先生からしたらちょっとカチンとくるかもしれないんだけれども、そこはまあ価値観というかやり方の違いだと思うし、それは僕はぶつかって全然いいと思うんだけれども、宮沢は、少なくとも宮沢は穴埋めも否定はしないけれども、それ一辺倒で言っちゃうとちょっと子供がね、この後苦しい人生が待ってるかなっていうふうに思うので、できればですね、そういう授業じゃない授業もバランスよくね展開していただけると、授業がちょっといい授業に、ね、なっていくんじゃないのかなというふうに思ったりしています。ということでございました。いかがだったでしょうか。今日はですね、この3つをやめるだけで少しだけかもしれないけれどもね、いい授業に近づいていきますよ、こんなテーマでお話をさせていただきましたけれども、まあ一言大事なことやったら、一言でまとめるとですね、目的を見失わないということで、この目的に近づいていくために、いろんな教育活動、指導、声かけ、使うプリントとか決まってくるわけですよね。この目的がない状態で授業何をしようかなっていうふうに考えるから迷うんですよ。
で道にそれてっちゃう、ちょっとこう儀式的な思考停止の状況になっていっちゃうわけですよね。ところが目的がちゃんと担任がバシンと頭に入っていれば、おのずとすべきことは決まってくるんですよね。なのでこの目的っていうところを一回立ち止まって、この授業って何のためにするんだっけ、このどうですかの声かけ、交流中の体の向き、使うべきツール、プリント、これ目的って何なんだっけっていうのを一旦立ち止まって考えるようにしていきましょう。少なくとも宮沢はねそういうふうにしていました。途中からね、若手の頃はなかなかそれができなかったんだけれども、でもそれをきちんと立ち止まって、考える時間が本当に豊かなんですね。忙しくて時間取れないのは分かるんだけれども、その時間こそがむしろ教師人生豊かにしていくと思いますから、ぜひ目的って何なんだっけ、この活動の目的って何だっけっていうところから目をそらさずにですね、自分で腹落ちさせていくといいんじゃないのかなというふうに思います。ということでございました。ちょっと長めの動画になっちゃってね、すみませんでした。この動画が面白かったよ、役に立ったよ、明日からの学級経営授業作りにちょっと活かせそうだなっていうふうに思っていただけたらですね、いいね、コメント、そして大事な先生がおられると思いますのでね、大切な同僚の先生にシェアしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。このように学級経営に関する動画、そして授業作りに関する動画について1日1本紹介していますので、よければチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。最後一つお知らせさせてください。じゃあこちら、研究所メンバーシップというものを行っております。先日ですね、こんな動画配信しました。問題児と関係を結んでいく4つの指導、こんなねお話しさせていただきました。今日は割と子どもの、個性というか特質に関わるお話はしてませんよね。子どもが使う言葉、見る方向、使うツールの話しましたけれども、これらはやっぱり子供によって個性によって変わってくるんですよね。とりわけ谷野先生が困っちゃうのはですね、前向きに授業に取り組めない子供、問題児なんて言い方したらちょっとやらしいけれども、嫌だけれどもね、でもこういった子供とどうやって関係を作っていくのかって、ここすごく学級経営的に大事なんですよね。で、宮沢が大事にしていた4つの指導があるんです。これを紹介させていただいておりますので、気になった方、よければですね覗いてみてください。お待ちしております。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの授業作り、そして学級系ね、応援しております。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。Another day, looking at the other way, we're still